これ今日ラジオに出すネタ出るけど、もう、もう、あ、長いトラック長いトラック斜めになってるんだよな、はいはい、満タンなのよ、満タン、いや、だから斜めになってる、あれ斜めになってるってことはあれですかね、だ下ろすときに他の同じやつはまっすぐなんだよ、うん、あるだけ、うん、俺だけ、ま、うん、俺だけ斜めこれ ガスだから1台だけじゃあガスでここ通るのに、うん、あとまっすぐなんですよ、じゃ斜めにした方が長くできるってことですかね、もしかしてわかんない、ガスだからなんか液体ガスだから下ろした時にその重力で下ろすために端っこに流れてくるようにしてるってことですか、それを下ろすときだけで十分で、はあ、あれだね、後ろの方が重くなってきたらあれなんで、ね、ああ滑らないように、ああいう方の方が安定してるってことは、うんうん、あれだけなんだ、一台だけなんだ、うん、あとはみんなまっすぐ、うん、それは普通のタクロリティ、いや、同じやつで、あの、フォクトとかって書いてある会社、うん、同じ思いよ、あれは今のフォクトだっけ、モビルじゃない、今日あ、モビルってねえのかも、モビルあったな、いや、今モビルって書いてあったなと思って、誰か写真撮るわけです、うん、お行儀いいことなんで、ハチ君、うん、今日はお行儀よくしないと何餌もらえないからな、白鳥じゃねえし、ね、昨日なんかあんたの飼い主からね、電話で呼び出されて仕方なく仕方なくするのよ、いやいや、でもあのくらいがちょうどいいね、こうやって起きれるんだもん、あれであもう一杯飲んだらやっぱり起きれなかった、起きれた、ここにそろっていたらまた新曜日だから来れんじゃない、土曜日だったら朝にね、こうやってたむろしてるの、うん、だからたむろじゃないよ、あんたもあの休みの夜休みだったら朝ここに来て、はい、たむろじゃないんだよ、待ってんの、ね、大きくても本当にお座りして可愛いですよね、チンポ出してかぶせろ、パンツ履けこのパンツ履いてLGBT だと思う、あといいんだよ、ね、くなるのわかんないけど犬の大会に LGBT ねえか